皆様こんにちは、ムジカレグロです。メトードローズピアノの1年生37ページ春の朝の歌のレッスンを始めます。この曲の特徴であるスラーの説明をします。1から6小節までは1小節ごとにスラーがかかっています。7小節から9小節目で形が変わります。フレーズが畳みかけるような形になっていることを意識しましょう。またカウント付きの演奏では8分の6拍子の特徴として1小節を2拍に数えます。そのためカウントの取り方も1、2、3、2、2、3と数えて弾きます。それではカウント付き演奏をお聴きください。1、2、3、2、2、3、1、2、3、優しく弾きます。皆様いかがでしたか？次回はウルターニの小唄の解説と模範演奏です。それではごきげんよう。